はい、どうもこんにちは、ナナエです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材はデータの分析の相関係数に関する話題ですね。まああまり考えたくない人多いと思うんですけれども、まあこういう一般論もね結構大事だったりするので、まあセンターでね確実に出てきますし、まあ数年後にはねこの確率分布というものが必須になって、まあ結構重要度が増すんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう分野もねしっかりやっといた方がいいかなと思います。はい、それでは見ていきたいと思います。2つの変量 xy についてのデータが共に n 個の値で、全部同じじゃないと、それから y もそうですね、それぞれの平均を mx、 これ x の平均ですね、それから my、標準偏差をシグマ x シグマ y とすると、で x と y の共分散を vxy、 相関係数をロー xy とすると、で yk イコール axk 足す b という関係があるときにロー xy の値を求めようというわけですね。これ要するに一次関数点 xy をプロットするとその一次関数上に乗るっていうわけですね。だからまあ、例えば A がプラスの時にはこの図のようになってるわけです。A の度合いによってはね傾きがいろいろ変化したり、マイナスだったら当然右下がりになるわけですけれども、まあこうなってたらもうこれ相関係数の値どうなるかっていうのは知ってる人はもうわかると思うんですよね。これこの図であれば増加の状況であればこの相関係数は1になるんですよね。常にその x が増加すれば y 増加するっていう関係が常にどこでも言えてるので、これは計算すればちゃんと相関係数ロー xy は1になるってことは確かめることができます。それはちゃんと証明せよっていう問題ですね。はい、それではやっていきたいと思います。まず vxy という共分散の値ですね、これを求めなきゃいけないですね。vxy についてですけど、この定義は何だったかっていうと n 分の1のシグマの k イコール1から n までの xk マイナス x バー、まあ x バーって今書かなくて mx って形で書かれてます、平均ですね。それから yk マイナス my という形ですね。これの掛け算のシグマを取って n で割った平均ですよね。で my というのはこれ y の平均なんですけれども、これはその教科書に書かれていることとして使っていいかなと思います。AX たす B という形に乗っかっている場合にはまず YK が、AXK たす B という形になり、でさらにその平均も同じその M 平均の値を代入した値になるんですね。つまりこれは AMX たす B という値になります。これは覚えておいてもいいかなと思います。この平均ですね。この値が Y の平均が X の平均の値の一次式の値になるということですね。これが等しいということは教科書に書かれているので、まあ、参考というか付録になってたり発展になっている可能性が高いですけれども、まあ、こういうふうに計算ができるということは知られているので使ってもいいかなと思います。というわけで、まず B が消えますね、これでね。B が消えて、A でくくると、前のものと同じができるんですよ。つまりこれ N 分の1のシグマの K イコール1から N までの A が出てきて、XK マイナス MK の2乗という形になります。で、これよく見ると、分散ですよね。分散になってますよね。 A を外に出してしまえば A×N 分の1のシグマの K イコール1から N までの XK マイナス平均 MX の2乗というのはこれ分散ですよね。だから分散の、標準偏差の2乗という形で書けるわけです。いいですか。したがって相関係数はロー XY は定義からシグマ x シグマ y 分の vxy ですけれども、ここでもう一つ公式が出てきますね。このシグマ y というのは y の分散ですけれども、この y の分散というのも
一時期この関係がある時には、分散の値が、シグマ y というのが a の絶対値の、シグマ x になるっていうことが教科書の公式に書かれています。なので、まあ、それを用いるとシグマ x かけるA の絶対値かけるシグマ x っていう形になるんですね。で、今分散は共分散を計算したところシグマの x の2乗に a がかけられたものですよね。ということでシグマ x でこれ約分ができるんですよ。これがこうやって。ということでこれ結局a 分 a の絶対値分の a ということになって、これは結局 a が1より大きいときには0より大きいときですね。0より大きいときは1と。それから a が0より小さいときにはマイナス1ということが証明できたことになります。これで証明はですね。いいですか？こういう公式とかですね、あんまりいまいちこう浸透してない感じはしますけれども、この公式とかですね、この、y の平均が平均の一次式の値になるとか、それから、一次式の時のその y の分散の値とか標準偏差の値とかですね、これについての公式というのは、まあこれも難しくないので一回証明を見ておくといいかなと思います。で、使えるようにしとくべきですね。はい、というわけで、まあ証明自体は非常に簡単ですけど、何をどうしたらいいか分かんないということが起こり得るような問題なので、まあ定義からですね、定義のその共分散の定義で、相関係数の共分散のところを見ていくっていうところをですね、そこから始めていけばいいかなと思います。はい、というわけで、ちょっと今日は短かったですけれども、内容もこういう内容だと思いますので、しっかりと見てください。はい、以上です。